4月7日、水曜日の山陽新聞ニュースです。倉敷島美町の横溝聖市、祖開拓の前の畑で、黒っぽい色のチューリップが開花し始めました。横溝作品にマッチしたミステリアスな雰囲気を醸し出し、訪れた人の目を楽しませています。品種はブラックパーロットで、波打つ花びらと漆黒の色が特徴です。 総社主の機微信用金庫から送られた球根およそ300個を、疎開拓管理組合が畑に植えて育てていました。岡山県は7日、新型コロナウイルスの影響を踏まえた経済対策の一環として、雇用関係を維持しながら、他の企業に従業員を出向させる在籍型出向を進めるための支援策を発表しました。 県内企業の相談窓口を設け、メリットや先進事例を伝える説明会を開催し、業績が悪化している企業の負担軽減と雇用確保の両立を図ります。岡山西警察署は、館内にある、つくやま古墳のゆるキャラ、つくりやまのコスプレ衣装を作り、7日、交通事故防止を呼びかける、街頭啓発でお披露目しました。つくやまは、 およそ10年前に地元の児童のイラストをもとに誕生したキャラクターでインパクトのある見た目による啓発効果を狙って企画しました。続いて天気予報です。4月8日は岡山県南部、北部ともに晴れでしょう。岡山県南部の最低気温は7度、最高気温は22度でしょう。 岡山県北部の最低気温は4度、最高気温は21度でしょう。降水確率は岡山県南部、北部ともに午前0%、午後10%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞、もしくはサンデジをご覧ください。